こんにちは、ニーニーポだよ。こんにちは、ピーナッツくんです。です。おお。はあはあはあ。おお。いや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 、キャラ変わってるわ。いやすごいね。いや、すごいすごい。誰？みんな元気？ちょっと自己紹介をちゃんとしてもらっていいですか？いやいや、おしゃれになりたーい、ピーナッツくんです。誰誰、他のチャンネルからゲストが来たわ、本当に。いや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 、あなたもなんか、はい、普段とちょっと違いますね。てか、なんだここ？あ、ここは、なんと、ただいまピーナッツくんの、はい、ウォークスルーザスターズツアーファイナルが終わりました。お疲れ様です。よっしゃー、お疲れ様です。それでね、はい、ゲストにポンポコさんも来ていただいて、で、その時ポンポコが出た瞬間のステージがこちらです。おーい。いや、これ以外にもね、もう行きたい放題バチャルしてんな。なんでそのバチャルしてんなっていういいだろう。すごかった、すごかったです、本当に。いや、すごいですよね、本当に。で、こんなね、すごいセットをちょっと用意してもらって、もうライブ限りじゃね、もったいないので、はい、雑談を撮らせていただけるとのことで。いや、このなんか映像的にもいいんじゃない？綺麗でさ、はい、このなんか適当に流しておくように。喋んなくていいか。喋んなくていいよ、スクリーンセーバー的なね。今日は、うん、焚き火ぶりの、覚えてるか？は？焚き火動画以来のポコピーノーカット動画15分。そんなシリーズあった？いわゆる垂れ流しってやつ。あの燃えるって、はい、あの心配のコメントが寄せられた。あ、そうそうそう、焚き火の目の前で着ぐるみ二人で燃えちるっていうね。燃えてないけどね。今日はその燃える心配ありませんから。あ、今日はもうないね、はい。まあ、C っていうのは魂が抜ける心配があるぐらい。魂が抜ける心配あるんだ、はい、そう、すごいね、本当に、ね。じゃあライブの感想を聞いていきましょう。いや、ライブさ、はい、本当に終わってよかったね。いや、お疲れ様でした。どう、今疲れてる？疲れてますよ。あー、でもね、うん、ポンポが見た、うん、瞬間で一番記憶に残ったのは、はい、最後の光がいっぱいのとこで、あー、伝われない心の、すごいすごい、そうそうそう、めっちゃやってくれるじゃん、再現ね、うん、恥ずかしいな、ちょっとはもう一回されるとか。おいおいおい、あそこのステージだったからよかったんだけど、今ここで。いや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 本人の、本人のその、ご本人、ごめん、出演だぞで、最後なんかステッキ持ってね、キラキラの中で歌ってて、はい、うん、ちょっとこっちの画面見ようって見たら、ちょっとピーナッツくんの顔が見えて、あ、信じられんぐらいキラキラした顔してたよいや、なんだなんだ、すごいすごいすごい、疲れ、いやいや、キラキラするだろ。その直前ぐらいまではちょっと死んだ顔をしながらやってたんですが、信じられんぐらいキラキラしてる、あの時ちょっと眩しかったわ。バーチャル YouTuber として、はい、バカにしてる、もしかして。いや、スターだなって、いやいや、本当にやりがいを感じて、いや、褒めてますよ。はい、いやいや、ポンポさんもキラキラしてたでしょ、幽体離脱歌ってる時は。あ、してた。いやしてたんですかね。ちょっとなんか歌詞覚えられへん。いや、言ってたちょっと幽体離脱の時なんかミスったな。ミスありました？いや、ポンポコの登場で、こんにちニンニンで、その煙をすごい用意していただいて、忍者っぽかったから。ああ、そうそうそう、だからちょっと、なんて言ったんだっけ、イソロは、あの、その時、そう、時が止まったって言われてたよ、みんな、あのさっきその、なんだイソロみたいな、その、一言目だから、ポンポコさん出てきて、ニンニン、イソロ、拙者ポンポコでイソロみたいなやつを言ったつもりだったら、なんかちょっと違ったらしくて。いや、違うってね、もちろさん激怒してたらしい、言われないもちろさんは、うん、あの、おい、それ侍だろって、僧侶っていうの侍が言うのに、お前忍者だろ、ふざけんな、武士って言ってた、侍じゃなくて、それは武士だろって。あー、ちょっともちろさん、ぶち切れ案件、ぶち切れ案件でした。もちろんこの前では二度と言わないね、僧侶の話。絶対言うな。そうですね、はい、武士ガチ勢だから。ピアツくん、今日あれだから、ね、新しいこれピーナッツくんのね、音楽の時のね、はい、アーティストすごいんですよ。ちょっとずっと突っ立ってたけど、もったないもったない、顔がすごいからさ、顔をちょっとさ、ちょっとできるだけちょっと前に出たら編集でアップするから。あー、あー、怖い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 、すごい、目がすごいよね。目がね、右見てるでしょ今、うん、すごい、左見てるでしょ、そう、すごくない？なんて言うんだっけなんて言うんだっけなんて言うんだっけさっきもちよちゃん、パーフェクトシンクっていうやつですこれ誰聞いた今？今え、姉さんも治療、姉さん、お姉さんが降臨しました一瞬。いや、これね、そう、あの人造人間人造さんが、あのミュージックビデオとかで作ってくれてたけど、このライブ用に結構ね、改良を重ねていただいて、いろいろね、すごいよね。そう、 VTuber の中でもパーフェクトシンクっていうのはこう細かいところまで動く。だからね、一番有名なのが口膨らむとかだね、最近これ。ハムスター、二度とやらんとこ
この機能だけなくしてもらおう。あなたがハムスターって言うならピーナッツくんが舌さえあれば、はい、これ多分舌も出るんだよね。舌はね、あーでもあーあるのあるのか、出る VTuber いるんだよね。あーでも出かけてる、出かけてる舌。あーすごいすごいすごい、口が怖いよな。いやでもすごいね、すごいですね、本当にライブね多分有料だったんで、はい、ちょっとな見れてない人もねちょっとたくさんいらっしゃるかと思うんだけど、うん、冒頭はねピーナッツくんの配信チャンネルで無料で見れたりしたんだけど、ここだけじゃないからね、こんなところの騒ぎじゃないよね。それどころじゃないですよ。いや、どんだけ移動できるんですか。いや、そう。そう、すごいね。本当に。ぜひ見てほしいね。ちょっと多分スクショ何枚かこの動画にも入れると思うんだけど。あ、いいですね。どこが好きなんですか、場所は。僕が好きなところですか。はい。え、ちゃんちょにかんちゃって言ったところだかな。あの時本当に一瞬だけガチ恋さんが来たのかなって思った。は何本当にガチ恋さんの言葉だった。ちゃんちょにかんちゃーって言ってるのかと思った。違う違う違う。ちゃんちょっていう名前だから感謝するときは感謝って言ってるんだけど、けど多分何人かコメント欄で思ったと思うけどね、あれガチ恋さん、ガチ恋が入っちゃったかな。じゃあ、いやもうこの世界にまで入り込んでくんな。ガチ恋どこでも入れるよ、あの子は。どこでも入れるよ、あの子は。すごいな。そうなんだよ、そう、伝説の泥棒。あのステージはどこがお好きなんですか。僕が好きなのはですね、 あのペットボトルロケットっていう曲で、はいはいはい、あの宇宙空間に行くんですよ。それはあれね、すごかったね。あれはね、本当言っていいのかわかんないですけど、あれだけど本当にね、僕腹筋がもう破壊されるかと思いましたね。すごいね、まあシンプルに言うとすごい腹筋の状態で歌ってんだね。いやいや、そんなあの無重力ですから。無重力だったんだけど、多分あの G がこの腹筋にだけ全部襲いかかってきてて、はいはいはい、はい、ちょっとあの腹筋がね、あの明日はちょっとバキバキになってると思いますね。おー、5歳児、腹ですけど、腹なのにね、割れてんだね。そうなんですよ。シックスパックなんすか。シックスパックです。あー、は言いたい放題だな。やっぱこれノーカットだから隙間なく言葉を埋めていかないと。そうなんですよ。そうだから生放送感覚ね。いや本当にね、あと何分なんだろうね。あと何分って調べ出したら終わり。ああ、あと10分もあるわ。10分もあるの。あと10分もある。まだ5分しか経ってないの。本当にこうびっくりするな。何言おうと思ったんだっけな。そうそうそう、あ、そう、そのステージもすごくて、まあ、今回のライブのまずお礼を言わないと。そうですね、はい、あの今回実はですね、このピーナッツくんバーチャルライブ、このファイナル、ツアーファイナルを一緒に作ってくださったモーメント東京、はい、改め MMT さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんぜひチェックしてくださいね。いや本当にすごいね、これがモーメント東京、はい、あとですね、はい、あのアルバムからずっとサポートしてくださってる、はい、ナードウィッチ小麦ちゃんや玉田デニーロさん、小出俊平さん、もうこの方々がね、いつもねサポートしてくれてましたから、ね、ありがとうございます。そういう方々のおかげでいろんな方々が本当に力を貸してくださって、うん、こんなライブができる。どう、僕の現場。あ、現場すごいね。一回なんかうわって思った時あるけど、あんま言わんとこも。座長だから僕が。あ、座長してた瞬間あったね、うん、なんだっけ、なんかセリフ忘れたわ。なんかいやいや、座長みんなまとめてんだ、うん、あ、まとめてんだ、そうなんだ、うん、へえ、すごいっす、マジで。いやいや、それは僕が知ってる、キムタクとかさ、主演のドラマだったら、その屋台とかを差し入れに持っていくんだって。あ、そうなの。ケータリングで。すごい、今日なんか差し入れ。屋台も持って行ったんですか。差し入れはもらってたろお前。気持ちを。いや、お前はもらっていた、たくさんポンポコもらっていただいた。差し入れはね。いや、何、そんキムタクすごいよね。差し入れ。差し入れは確かに差し入れすればよかった。センスとある。なんかさ、前ピーナッツのライブの時に、はい、差し入れをポンポコ買っていったんよ。そのなんかお世話に、あ差し入れの話したらこれ以上、これ以上正気ではいられないんだ。僕は登っていく。U ターン離脱しだしました。どうせ差し入れの話終わるか続けるか選んで。差し入れの話聞きたいか。聞きたいか、差し入れはな、はい、はいはい、差し入れの話して。差し入れの話はな、はい、まあ、ピーナッツくんのライブで、まあ、たくさんの方がね、いつもピーナッツくんありがとうございますっていうのを込めてな、まあ、10人ぐらいいらっしゃるかなと思って、はい、まあ、ちょっと多めに15個ぐらいゼリーを買っていったんよ。あ、ゼリーね。そうで、なんかその買ってきましたっていうのもあれだなと思って、そっと置いとこうと思ってたの。え、そう、そっと置いとこうって思ったら、はい、袋から出さずに紙袋のまま置いといて、はい、で、いろんな人がちょっと他の人も差し入れてくれて、ゼリー率がすごくて、ちょっとはい、
やっぱゼリーなんだね、差し入れ。そう、なんかわかんないけど、いや、そんな知らなかった。いや、僕も知らなかったですけど。そう、すごいゼリー多かった日あるでしょ。ゼリー多かった日ある。めっちゃゼリー多かった日があるので、自分もゼリー買ってきたなんて言えなくて。いや、それ卑怯だろ、お前。混ぜて、ゼリー多いっすねって言って最後出したって、自分のじゃないように。あれ、あんただったの。あれ、ちょっとゼリー入って、ポンポコさんのゼリーだったの、あれ。そう。え、っていう日もあったわ。そうだったんですか。なんか差し入れってむずいよな。差し入れむずい。そう、だからね、何がいいんだろうな。ヒートテックかな、やっぱり。気象いって、それ本当に。女性にはヒートテック、男性にはシルキードライ。ほんとそのうち炎上するよ、お前。シルキードライだいたいシルキードライがみんな好きだから。あ、そうなの。すごいね、こう幽体離脱して、今この幽体で動いてるんですよ。ほんとにでも息止まりそうになるくない、こう寝て止まって。経験者の気持ちだから、あなたそれ。幽体離脱経験者。そっか、定まらないね、このあの、うん、昨日ね、もちおちゃん泊まってたんだ、ポンポコ。もちおちゃんと泊まってたんだ。泊まってたの。あー、どっかに、はい、あ、そう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 、はい、このね、今日出てもらったから。はい、そうそうそう、でさ、ちょっと僕、すごい回ってまあでも聞いてるから。あ、よかった。どんだけ。そう、全然聞いてなくてもいいよ、楽しんで、回って。そう。あ、で、はい、ちよちゃんが風呂入ってる間にちょっと寝ぼけて、あ、思い切り寝てたら呼吸止まって、あー、もうちよちゃん助けてってなってた。ちょっと制限時間があるみたいな。あ、制限時間があるみたいですね。本当にすごいね、演出。なんて、なんて言ってた。ピアスくん、この歌出てきた時、あ、なんだっけ。はい、タミフル。タミフルだっけ。タミフルかなんかの時もここだったよね。そうでしたね。ポンポコの地球儀良かったよね。ああ、あれなんかあれは髪の毛がまじないですね、あれが。あれまじないか。はい、うん、あれも思い出深いです。もちひよさんが無呼吸になったって話。全然違う。違う、もちひよちゃんが風呂入ってる間にちょっとうたた寝しちゃって、はい、うたた寝といえば仰向けで、仰向けで寝るとポンポが呼吸が止まるから。あ、なるほどね。そうそうそう。あー、それでで、ぐってなってて、でおもちよちゃんは全然風呂長くて出てこなくて、し、危うく死にかけて助けてくれんかったっていう。危な、うん、そんなさ、うん、このなんか息が、うん、この息が戻る瞬間をなんか言ってましたね、あなた。あー、そう、これさ、生放送で次言うか覚えてって言ってたやつね。はい、あの息が戻る瞬間、こう無呼吸止まって、はい、どういう感じかっていうのをみんなに伝えやすく言うと、はい、あの鬼滅 の、はい、あの呼吸をしろ呼吸をしろ呼吸をしろっていうシーンがあるんだけど、マジあれ、マジあれ。今呼吸しないと鬼滅のね、主人公のジローがね、炭治郎な、忘れた、でも炭治郎、ごめんなさい、ジロー、なんか抜けたなと思ったけど、そこへ、よくはないだろ、鬼滅の刃のジローって、待って、ジローっていっぱいいるんだから、今も今もって、別に二郎さんっているからあんまそういうこと言うなって。いやいやいや、それは二郎はいいけど、鬼滅の刃で二郎っていう主人公はね、いいだろ。いや、二郎、二郎見るなよ、その目怖いわ。いや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 、はい、あ、見てるこれ今。でポンポコパート喋ったんで、ピーナッツかなと、ほらライブの話を。いや、あ、ライブね、本当にね、はい、すごいでしょ、すごかったわ、本当に。いや、本当にすごかった。あのフリースタイルとかもやったし、初めて。ああ、ね、やっぱあれってフリースタイルなの。めっちゃフリースタイル。あ、生なんだ。めっちゃフリースタイル。すごいね。めっちゃ。めっちゃ。うん。何にも用意してない。ドゥッドゥッドゥッドゥ。ピーナッツくん今バーチャルライブ中。あ、すごいね。覚えてるわ。うん、ポンポ聞いたことあったもん、あれ。聞いたことないだろ。聞いたことないだろ。昨日の車でちょっと聞いたからって思ったけど、気のせいだよ。ない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 。ごめんごめん。気のせいだよね。何にも聞いてない。そうだよね。うん、そうだよな。いや、途中さ。うん、あのすごいなんか大自然行ったでしょ。あー、行った。そうなんですよ。あれすごいね。あれすごくない？森の中でさ、うん、その撮ったんだよ。あれマジでドローン免許取ったポンポコが撮影したって言われてたね。そうなの？違います。あれモーメントークさん撮ってくれたの？そうなんです。 あのドローンね。ドローン、やっぱね、免許取らないとダメだわ。時代はドローンや。いや、時代はドローンだよ。本当にいい映像。本当にね、 Google Earth かと思った。そうそうそう、ドローン飛ばしてる人、うん、本当にあの別なんていうか、こう階級が1個上な感じしたもん。マジで。そう、やっぱメガネかけてた天才的なハッカーみたいな。うん、おじさん。ドローンおじさんだった。ドローンおじさん。あ、ドローンおじさんか。ドローンおじさんはね、でもね、すごいよ。すごいよね。ドローン、ドローンをさ、うん、やっぱ自分の元に返す時が一番かっこいいから。あのハリーポッターのクリッチね。
ちょっと違った。え、普通にハリーポッターのマイペット、あのそれぞれ一人ずついるじゃん、鬼滅とか。いたっけ。え、ハリーポッターってそれぞれ一人ずつ袋いますよね。あ、袋ね。あ、そうそうそう、袋が肩に。あ、確かに。そう、そういう感じしたわ。あ、いいな、ドローン。やっぱドローンいいし、うん、あれね、あのなんか水辺でさ、うん、僕歌って踊ってたでしょ。うん、見てないね。見てた見てたけど、水辺で歌って踊ってた。うん、ずっと見てたよ。水辺でほら、あのダンスオンザテーブルっていう最後の曲。ああ、分かった。はいはいはい、そうそうそう、うん、あれとかもね、うん、ああはいはいはい、なんか近くに釣り人がいて、うん、何やってんだあれみたいな目で見られてましたけど。あ、いたんだ釣り人やっぱ、うん、あの上上空からのね視点見たら分かると思うけど、うん、なんか黒いなんかカメラマンいっぱいいたから。あ、そう黒っ。全員黒い。コメント欄みんなおしゃれって、なんであんな黒いの言ってくれてたよ。なんでカメラマンであんな黒いのそりゃその黄色だったらダメでしょ。あれと一緒だよ。え、あの結婚式に白いあんま着ていっちゃダメと一緒だよ。まあ、そういうドレスコードなんですかね。多分そうだよ。カメラマンさん気遣ってくれてんだよ、お前の黄色に。感謝しな。黄色着たかったよみんな。今日もね、黒かったわみんな確かに黒目の人すごい。黒目の人多かったあ、15分経ったわ。ああ。というわけで、というわけで、よいしょよいしょ。あ、これはトリッパで流しますが、また生放送しないとですね。そうですね。はい、ありがとうございます。いや、本当に素敵な、はい、な世界でライブをさせてもらってめっちゃ楽しかったです。いや、本当にお疲れ様でした。たくさんの方々関わっていただきありがとうございました。で、このね、ちょっと気になったなって方はアーカイブがね、はい、結構多分ずっと、まあ、割とずっとあのスポーンという公式、はい、サイトで購入できますので、ぜひ、はい、見てください。よろしくお願いします。本当にすごくていいライブなので。いや、よかったよかった。終わった終わった。じゃあピーナッツくん、はい、ここから1週間休みにしましょうか。よっしゃー。いいよ。おい、行ってきなよ。なになになに。え、休みへ。ええ、いいよ。本当にちょっと怖。え、そこはそんな裏があるそんな裏ないわ。裏がある。裏ない。マジで1週間休みです。いやいやいや、っていうサプライズです今。え、マジで。やっぱさ、なんかいろいろ何がいいかなと思って、1週間の休みだなと思って、欲しそうなのは。いいよ。いや、本当ですか、うん、ごめんなさい。なんか朝生放送とか、なんかずっと最近出ずっぱりだったから。そう、いい1週間。え、マジで。え、本当に本当にちゃんと、本当に予定表に書くからね、僕は。の、あ、1週間休みって。はい、1週間休みですよ、サプライズ。いや、もし休みしないなら、ここの部分はカットして出すから。ノーカットだよな。ノーカットというわけで、ピーナッツくん1週間のお休みに入ります。ポンポコも休むかもしれません。はい、というわけで今日見てくれてありがとうね。また明日。じゃあね、バイバーイ。バイバイナッツー。